本日の日付は令和3年の10月29日金曜日の夜になります。時刻は23時31分になるところです。こんばんは、ドクターラスカルです。ドクターラスカル2330ライブ配信を始めます。本日の配信予定時間は1時間30分です。このライブ配信はオープンレック TV、 ショールーム、ツイキャス、ニコニコ生放送、 YouTube ライブで同時に配信をしております。可能な限りコメントを拾いますので気軽に書き込みをお願いいたします。またアーカイブが YouTube の隣のラスカルチャンネルにもございますので、こちらの方もぜひチャンネル登録とご視聴の方をお願いいたします。はい、ということでですね、金曜ラードショーということでですね、まあはい、どんぐりわこつということでこんばんはです。ちょっとね、今日もね、あんまりね、なんかこうちょっと数字の上がりが良くないので、もしかしたらちょっとこうね、途切れたりとかしちゃうかもしれないんですが、まあその際はですね、まあちょっと何かしらですね、まあ再起動するとかなんとかちょっとして対応していきたいとは思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、改めましてということでですね、はい、モンさんこんばんは。どうですかね、なんかね、接続が全体的に不安定ですね、本日ですね。なんか知れないですけど、まあ、とっても不安定な感じですね。はい、というところです。はい、そしてですね、ちょっとご意見をいただいてましてですね、コメントの字がでかすぎると、これ私が老眼だからね、字が大きいってだけなんですけどね、画面流れるコメントの字がね、ちょっと小さくしてみたんですけども、ちょっと小さくなりすぎちゃってですね、今度虫眼鏡で見ないと見えないぐらいの大きさにちょっとなっちゃったんで、まあちょっとそこはね、ご了承いただければなというふうに、思っております。はい、ということで、プツプツしてる、やっぱそうだよね、なんかそんな感じかなというふうにちょっと思いました。というところでね、まあね、ちょっと重いのかな、全体的にね、サーバーがね、ちょっともしかしたらですね、これどこか1個さ、配信サイト切ってしまうかもしれないですね。もしかしたらちょっと、もしよろしければ今Facebook の私のですね、友人アカウントで聞いていただいている方はですね、ちょっと、恐れ入りますが、ちょっとこれ落としたいと思いますんで、ちょっと、配信サイト移動していただければと思いますんで、ということで Facebook 切断します。無事。ということでですね、はい、これで少しはですね。というか負荷はそんな変わらないんだけどね。まあいいや、多分ね、だいぶね、これでね、CPU の負荷が落ちてくるはずなので、出力的なものも上がってくるのではないかなというふうに思ってるんですよね。なんかね、最近こうキャッシュが多いのかなってところですかね。まあ欲張らずにですね、まあちょっと、いつもの分でやっていこうと思います。まあちょっとね、Facebook でね、まあ出してっていう方がちょっといらっしゃったんだよね。あ、本当？ブツブツでだいぶ厳しゅうございます。はい。モさん、ゆりさん、中村さん、こんばんは。はい。聞いたことがあるクラシック曲、名前が出てこない。そういうのいっぱいありますよ。はい。ということでですね、まあぜひですね、こう、あれ、これなんだっけなとか、ちょっと思い浮かべながらね、聞いていただければな、というふうに思います。あんま変わんねえな、これ。ちょっとですね、余計な、後ろ側でちょっと動いてるね、ブラウザーとかも全部ちょっとこう落としてね、なるべくこう、負荷を落とした形でね、いこうかな、というふうに思っておりますんでね。ちょっとするとね、まあ、この戻ってくるかなとは思うんですけど、まあ、出力が確かにちょっとね、本日は弱めかなという感じではあります。はい、ということでですね、
やっていきたいと思います。そしてですね、まあ本日のタイトルなんでございますが、ですね、これですね、セアカ、ご結婚も交渉というものです。で、まあまあこれ一時期ねすごい大騒ぎしたものなんですよ。ただまあね、甘く見ちゃいけないんですけれども、まあまあ日常的にね、これもそこら中にいるんですね、このクモさんね。で毒持ってます。で決してですね、こうなんていうのかな、甘く見ちゃいけない毒なんですけど、じゃあものすごくこうね、ヒアリみたいに警戒しなきゃいけないかって言われたらそこまででもない。で実際にですね、亡くなっている方というのは現状いません。うん、でまあね、例えばその、ね、体の小さな、ね、乳幼児であるとか、それからまあね、お年寄りの方とか、まあ、抵抗力ないね、お年寄りとかご年配の方とか。アレルギー持たれてて、こういったこのね、毒に対して異常なアレルギーある方、ね、以外は、まあそこまでね、構える必要はない。まあ、ただなんかちょっとおかしいなと思ったら、ちょっと噛まれたところをね、まあ、ブクッと腫れますから、そこを水で洗っていただくってことが、まあね、最善の、まあ、策ではありますね。はい。ってところでね、おっとっとね、まあ、YouTube も落ちたり、ね、繋がったりしてますな、これ。大丈夫なのかな。はい。ということでですね、ちょっと行きたいと思います。もう今、欲張ってもしょうがないからな。ちょっと YouTube も落とそうかな。ちょっと待ってくださいね。ね、これでちょっとね、配信できなかったら、コトコトしちゃったらね、はい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 。ね。はい。はい。ということでですね。そうだね。チャチャさん、こんばんは。ブチっても同じですわ。そうだね。今日のひどさやってられない。あ、ほんとだ。ちょっとあれかな。上げ直そうかな。そうだよね。端末配信の方がマシな感じだよね。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。ちょっとね。一回ですね。落とします。ね、もう一回ちょっとですね、配信をし直しますんで、改めまして40分からもう一回ね、配信開始しますんで、少々お待ちくださいね。改めまして、こんばんはということで、これ、でもな、上げ直しては見たんだけど、なんか不安定ではありますね。はい、ということでですね、はい。はい、改めましてこんばんはということで、 BGM でかい？本当？はい、ということでですね、はい、おそらくこれで言ってるんではないかなと思います。はい、ただ言ってるとは思うんですが、あ、でもなんとかうまくいってるかな。ね、はい、もしね、つながってないところがちょっとありましたら教えていただきたいというか、まあ教えようがねえような、つながってねえんだから何言ってんだこれ。ということでですね、まあ多分大丈夫じゃないかなと思うんで、まあ、ちょっとね、まあ、接続の確認、安全確認をしておりますので、もう少々お待ちくださいということでですね、はい、ただいまですね、各サイトにつながっているかどうかの、安全確認を行っております。もう少々お待ちくださいという感じです。はい、ね、ただ大丈夫だと思うんだけどな。はい、これどうですかね。あ、でもだいぶ落ちるね。今ね、余計なものが一切落ちてないんですけどね。そう、普段と変わらない配信環境なんですけど、何が違うんだろうなという感じでございます。はい、あ、ね、本当ね、まあ、ということで、まあ、とりあえず、じゃあね、一旦 YouTube 削るか。まあ、いや、とりあえず、これでいきます。はい。ということでですね、まあ、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。提供でしたって終わってないから。ね。はい。ということで、いきます。はい。今から入ります。まあね、
はい。ということでですね。あ、はい。ミキミキさん、こんばんは。クラウディさん、こんばんは。はい。ゆりさんも、モンさんも、こんばんは。ということでね。はいはい。やっていきたいと思います。今日は、厳しいとな。やだな。結構準備してんだけどな。何が重いんだろうな。まあね、ちょっと、まあ、とりあえずやっていきましょう。まあ、とりあえず今ね、3本しか出してないので、まあ、ちょっと負荷とはちょっと思えないところがあるんですね。なので、しょうがないな。ってことで、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたしますということでですね。そしてですね、まあ、じゃあ、あれかな、だいぶこれ本当だね。なんか画像がかなりガチャガチャなので、じゃあちょっとツイキャスはですね、昨日と同じようにですね、あー、七瀬先生、お疲れ様です、こんばんは。何が金金金曜日だ。毎日淡々と日常を繰り返す中で、私の予備感覚はどこに消せている。キンキンなのは私の心の中だ。ああ、どうもお疲れ様です、七瀬先生ね。ほんとね。すいませんね。ほんとね。はい。ということで、どうですか？状態的なものは。今、とりあえず、モニターしてみてますけどね。あ、だいぶブツブツするね。これはね、ちょっとどうにかしたいところだけど、どうにもならなそうだね。はい。まあなんかね、今日はちょっと配信環境が非常によろしくないですね。まあいいか。はい。まあとりあえずやっていきましょうかね。まあちょっとこの状態でね。はい。はい。では、いきたいと思います。まあ内容的にはね、セアカゴケグモって、まあそんなに、なんていうのかな、まあビビる必要はそんなにないかなってところではあります。で、まあただね、甘く見てもいけないかなっていうものではあるんですよね。なんで、まあその辺なんかもね、まあちょっとお話ね、していけたらなというふうに思います。はい、ということでね、やっていきます。これね、もう、まあ、とりあえずね、解説していきましょう。はい。まあ、もう、これはもう、切れたら切れただな。一応、フレーム30飛んでますね。だから、まあ、一応、切れないギリギリのフレームが飛んではいるんですけど、これ何が起きたんだっていうぐらいね、ちょっとね、この辺かな、多分な。これをおそらくこの辺を全部オートにしてしまえば問題ないのかな。はい。ちょっと今日ですね。あ、フレームレートがいじってあるんだね。はい。まあまあまあ、いいや。とりあえずやっていこうかな。こんなんで、どうでしょうか。はい。ということでですね。ちょっと各サイト1回切って入れますね。まあ、今の時間からね、とりあえず1時間半配信していこうかと思います。まあ、ネタはそんなにないんですけどね。これでどうかな。これでいってませんか？多分これでね、あ、いい感じ、いい感じ。おしおし、落ち着いた、落ち着いた。おし、これでいこう。はい。これでいこう、これでいこう。あ、数字落ち着いた。いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。どうですかね。多分これで問題なく、いけております。はい、ということで、調子どう？ということで、ニコ生の方、まあ、いつも気遣いいただきましてありがとうございます。だいぶ良くなりましたよ、喉ね。はい。一旦ね、落ちましたけどですね、小室圭さん、司法試験落ちたみたいだね。嘘。あ、そうなの？おー、そうだよね。まあね。確かにね。ってことでですね、まあまあ大体いい感じなんで、まあちょっとこれでやっていこうかなと思います。やっぱりね、あれだね、自動調整が一番いいみたいですね。アメリカの何、司法試験落ちたの？え、本当に？え、それまずいじゃん、あの人。どうすんの？
この後って話を。まあびっくりですね。あらららららららね、なかなか。だってあの人、司法試験受からなかったら、ただの、あれですよ、おっさん以下ですからね。それはちょっとやばいかなと思うんですけど、どうなんですかね。まあちょっと、微妙なとこですよね、実際のところね。どうなんだろう。私もちょっとわからないですけどね。はい。まあ確実にあの人はあれでしょう。それ落ちちゃったら普通のおっさん以下ですよ。むしろやばいよ、やばいよ。やばいよ、やばいよ、やばいよってやつだと思うんですけどね。どうなんすかね。なんかね、合格者。ちょっと待ってくださいね。コメント拾おうかな。はい。はい。なんか、合格者名前がホームページで見れないみたい。あ、なるほど。小室眞子さん、過呼吸起こさないといいけど、本当だよね。まあそうでしょう。新しい名前でお呼びした方がいいですね、もうね。もう内心の殿下ではございませんので、はい。小室眞子さんでいいと思います。はい。むしろそれが継承ではないかと私は思いますので。やはりですね、逆にですね、まあ、親近感を持ってね、その、眞子様、眞子様っていうのはいいと思うんですけど、まあ、本当はね、きちんとやはり内親王殿下とお呼びしなければいけないんですよ。本来はね。小室圭が通名だったとか。あ、本当？その話はどっかで見ましたね。なんかね、韓国籍なんじゃないかっていうね、なんかそんな話は出てますけど、まあそれに関してはちょっと真相はどうなのかちょっとわからないですけどね。まあ実際、まあ真相はいずこへと感じなんですけど、ちょっとわかんないところですけどね。はい、というところですね。ああ、よかった。何が原因出したんでしょうね。全然ちょっとこう、配信環境が安定しない状態だったんですけど、いまいちわからないですね。はい。渓谷、サマーラン。わかんないけどね。まあ、本当に落ちてるのかもわかんないですよね。正直なところね。まあ、正直言ってちょっとその辺なんかもわからないですよ。実際ね、まあもうはっきり言って、まあ、そんな興味ないんですけどね。はっきり言ってもう興味ないところではあるんですが、ってところかな。正直なところ。ただ、まあね、そうは言ってもね、ってところですからね。もうなんていうのかな、何言ってもあきれても無駄じゃないですか、ね、ご心配をしようと、まあ何しようと、まあ無駄なんで、まあ若気の至りじゃないんだけどなっていうのをね、まあこうちょっと実はまあ私的にはこう本当はね、理解をしてほしいところだなというふうにはこう、まあ思う次第ですけど、まあわかんないんで、あれしょうがないですよね。と思います。で、またこれがまあ情弱の方でテレビしか見てない人って、まあもうね、この際だからもうね、お祝いしてあげようよ、なんて言い方する方もいらっしゃるんですけど、お前そんなことできるわけねえだろうっていうね、まあちょっとこういろいろ分かってらっしゃらない方も世の中いるわけでしてね、まあそれはね、祝ってあげたいですよ、国民の一人としてね。だけどどうもそこじゃないですからね。全然そこがこう理解できてない方というのが、まあ、いらっしゃるんだなというふうには正直思っているところですね。はい。まあ、どうなんでしょうか。だいぶ、なんていうのかな、これ、まあ、理解できないこといっぱいかな、ってとこですね。はい。というところかな。まあなんかね、
まあそのことをちょっとなんかコメントしようとするとなんかなんていうのかな、まあいろんな意見もあるからっていうのもあるけども、自分はね正直言ってあんまりこう、まあ申し訳ないですけど共感できないですね。はっきり申し上げてね、とても共感できないんで、まあ反対というか反対じゃないというかそういう問題ではなくて、非常にねそのなんていうのかな、まあ自然にねその若者同士の恋愛であればものすごい応援したいなっていうふうに思うんです、私。でこれ全然自然じゃないんですね。いろいろこう分かってきてましてね、やはりそこが全然自然じゃないということがこうちょっと分かってきてますから、まあ、それを考えるとねちょっと厳しいよ、応援はできないよねっていうとこではありますよ。本当ね、だからどうなんでしょうね、まあ、そこはまあそれぞれでね、考えのあるんじゃないかなというふうに私は思いますんでね、まああえてそれはね、これ私の一考えでございますんでね、まあ人それぞれ考え方はね、まあいろいろあるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、まあ今日のテーマ、セアカコケグモなんですけども、ちょっとそっちのテーマ入っていきましょうかね。配信も安定してきたところで、ちょっとすいません、冒頭ですね、まあちょっと30分ぐらいまごまごおっしゃってまして、本当大変申し訳ない方ですね。はい、改めましてですね、まあしっかりとちょっとここからですね、配信をさせていただきたいと思います。はい、ということでですね、いきますよ、よし、大丈夫かな。はい、まあね、ラスカルテレコムによるとラスカルラーメンとか、ね、よくわかんないけどね、回転寿司でのラブラブ写真見ちゃったら、まあな、テレビや新居に持っていかないことにしました、見ないのって、まあいらないよ、テレビいらない、テレビはね人間をバカにしますね、最近のテレビ面白くもなんともないしね、そう、あそうだ、リニアがこけてもそこに新幹線を走らせるんだって、おマジでまあでもね、じゃあちょっとまあ本題に入る前にちょっとその新幹線の事故が起きたねトンネルのお話ちょっとしておきましょう。まあ事故が起きてまあね、ものすごくまあ JR 東海責められているんで、ちょっと JR 東海をですね、まあ若干擁護するようなちょっと発言をしますと、言ってしまうとですね、まあ、まあ、ちょっとごめんなさい。若干難しい話をします。ですね、あそこはですね、あのトンネルというのは、掘るのが、もう、まあ、正直で土木技術の最先端を駆使してもですね、まあ、ああいう事故にものすごい注意しててもですね、もう、なんていうのかな、普通のトンネルを掘るところじゃないんです。どういうことかっていうと、あそこは中央構造線って皆さんこう聞いたことあると思うんですけれども、中津川、まあ、中津川も含めてかな、中央構造線ってものがありましてですね、まあ、ちょっと事故があったトンネル、ちょっとどこだか私、正確に見てないんで、ちょっと何とも言えないんですけど、少なくともですね、山梨県から、長野県ぶち抜いて名古屋の方に向かうところというのは、もう断層だらけなんですよ。で、そう、もう本当に掘るだけでもね、まあ書いていただいてますけど、博士号なんです。もう本当にすごいんです。既存の技術ではおそらく歯が立たないと言われていて、もうその既存の技術の中でも最新の技術、しかもそのもう最新の注意を払いながら、もう何が起きてもいい対策で掘り進んでいるトンネルです。だから、かつてですね、その我が国の建設の土木技術の中で、もう本当にですね、もうこれ以上の土木技術はないというぐらいの、もうなんていうのかな、ありえないような技術で掘ってるトンネルなんですね。もう一つ、道路の方で、掘ってる同じようなのがあるんですね。三栄新自動車道っていうのがあるんですけど、まあ、どちらにしてもそこはですね、まあ、中津川って今書き込みいただきましたけれど、中央構造線絡んでるんですね。で、中央構造線っていうのは本当にもう断層がですね、こう縦にですね、
ものすごいこうガチャ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 ですね、こう入り組んでるわけです。うん、もう信じられないような数です。通常の場所ではありえないような断層があって、ちょこっと掘るとまた違う断層に行きます。ってことはですね、さっきまで硬い岩盤だったんだけど、掘り進んでいくと例えば砂みたいな岩盤だったり、突然変わったりとか、突然泥水の入ってるような、もうネットネットのね、ドロドロの、まあそれこそ東京湾の底のような岩盤だったりとか、まあそういう岩盤がですね、こうたもうなんていうのかな、もうバームクーヘンみたいになってるようなところをね、掘ってるんです、あそこね。うん、あの辺そうなんです、全体的に。だから本当に掘るのが難しくて、でもそのリニアを作るためにはやはりなるべく直線という形で作んなきゃいけなかったので、やはりね、山梨のあそこから、岐阜、それから名古屋と、あのまっすぐ貫くトンネルをですね掘ってるんです。本当に難しいんです。うん、あ、そう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 ね、あ、鍋立山トンネル、うん、まあね、本当近いです。で、それがですね、ものすごい長い距離なんですよ。うん、で、実はね、今、中央自動車道って諏訪の方を回ってぐるっと回ってますけど、あれもですね、建設段階ではこう、まっすぐ掘る予定だったんですよ。うん、で、これはですね、当時もだから、いわゆる東名作るか、ね、中央道を作るかって言ってですね、まあ、どっち作るかって、まあ、当時の国会議員ってね、まあ、そんな利権とかで争ってたんですけども、実際にやろうとしてみたら、そんな土木技術はないということが分かって、当時諦めたんですね。はい。うん。だから、本当にね、なんていうのかな、特にそうなんですけど、そのね、リニアもそうです。それからその三遠振動もそうなんですけども、公共事業をよく儲からないからやらないっていうふうな考え方する人がいると思うんです。まあこれね、蓮如さんっていう国会議員いたじゃないですか。蓮如さんね。うん。名前はちょっと覚えてないんで、まあうる覚えなんですけどね、2番じゃダメなんですか ?1 番じゃダメなんですかって言った人いるじゃないですか。あの人、もう公共事業で、もう赤字のものとかもうめっためったに切ってったじゃないですか、あの政権がね。うん。で、公共事業っていうのはよくね、考えてください。何でもかんでも黒字ばっかり考えてちゃダメなんですよ。はい。あ、全然、質問どうぞどうぞ。お書き込みいただいて全然大丈夫です。はい。本当にね、はい。その辺はね、そうそうそう。育ちが良すぎてダメだわ。うん、まあ確かにね。あの子は頭が弱い。あれね、小室圭さんね、本当ね、残念なとこだよね、本当ね。うん、そうです、採算ばかりでは判断できない工事ばっかりは、本当その通りです。もう作りやすいところの道路はできてるんです、全部。うん、だから、東名にしたって、中央道だって、諏訪のね、ぐわーっと回ってますよ。中央本線もね、線路もガーッと回ってますよ。あれ、なんでそんな回ってるのって思いません？うん。あれは、作れなかったから回ってるんですね。作ろうとしたんですよ。だその証拠に、うん、これは、YouTube の動画でね、なんて方だっけ、道路のね、すごいね、アップされてる方ですごいね、ちょっと私、これよく調べてるなって感心する方いらっしゃる、もへじさんって方だったかな。うん。よくこれ調べてるなと思って、自分とかそういうのの、まあ言ってみれば、まあ、専門分野に持ってて、しかも大学で教鞭取ってる人間なんで、もうすげえなって思うレベルの人なんですよね、あの方ね。よくそんな資料、これ図書館じゃなきゃありえない資料、まあよく見よってきてるなってすごいなって思うんですよ。私ちょっと YouTube のいわゆる YouTuber という人たちの中では、ちょっとこの人は別格だなと思ってる方がいらっしゃるんですね。もう調べ、もう調査の調べの仕方がもう半端じゃないんです、しっかりとね。そうそうそうね。うん、リニアってものすごく年月がかかってる、びっくりするぐらいかかってるイメージがありますけど、あれなんでですか？調査時間がほとんどです。うん。調査がもう半端じゃないです。で、正直言って、事前調査をですね、ものすごいやっても、かなり難しいところばっかり言ってます。うん。で、どうしてそれをやらなきゃいけないかというと、まずね、都心の地下。うん、都心の地下に関してはもう安全第一工事ですから、地盤沈下なんかしちゃいけないし、かといって曲がっちゃ、あんまり曲がれないんですよ。
鉄道の工事って基本的にカーブに弱いんですけど、リニアはさらに曲がれないので、だからもう本当になだらかに曲がるしかないですし、まあ、勾配はね、どちらかっていうと、その、粘着鉄道に比べると、まあまあ、ちょっと弱めなんですけどね。そうそう、そうです。まあ、あのね、まっすぐに通す技術っていうのはもう出来上がってます。速度に関する技術っていうのはもうほぼほぼ問題ないです、我が国は。もう全然問題ないです。ただ、建築の方の技術です。我が国の工事が、本当に進まないのは。掘ってる場所が半端ないです。はい。あ、これね、ありがとうございます。三栄新自動車道絡みね、もへじさんの動画でありがとうございます。いや、本当にこの方はよく調べられてるんですよ。もうね、もうベタ褒めというかですね、もう、いや、本当にもうなんていうのかな、私もびっくりですよ。だから本当にだから、その国会図書館とか地元の図書館に行かないとない資料ってあるんですよ。そこに書かれているようなことを普通に彼はですね、その動画の中で話されているっていうのは、もうレベルが高いなんてもんじゃないんですよ、正直言って。だからその辺の変な話ですけど、ウィキペディアで撮ってきた話とか、まあ、そういう話じゃないんですよね。あの方の動画の質は本当に高いです。でもすごいですよ。だからもうぜひね、こうもうなんていうの、その公共事業を、こうなんていうのかな、無駄だ無駄だとか言うんじゃなくて、もう彼の動画を見ていただければ、これは無駄じゃないんだなってことがきっと理解していただけると思うんですよね。まあそのぐらい素晴らしい動画を上げている方がいらっしゃいますね。10万人超えたみたいなんでね、ぜひ、もっともっとチャンネル登録してあげるんでね、動画回してあげていただければなと思うんですけども、まあという話で、まあまあまあね、セアカコケグモの話から全然そんなとこ行っちゃいました。本当に難しいんですよ、その鍋立山トンネルとかね、それから白山トンネル、もう本当に公共事業でね、難しいところばっかり今やってるんです。だからね、もうなんていうの、採算っていうのはですね、もう本当に公共事業に関しては長い目とか、それから広いエリア、そういう部分で見ていかないと、公共事業っていうのは何をやったって赤字なんです。ほぼほぼね、もう黒字のとこはとっくにできているんです。まあそう考えていただいた方がいいと思います。実際にね、アクアラインありますよね、東京湾アクアラインって。あれはね、本当にあんなのね、採算どこまで行ったって取れないですから、あんなの。でも、あの道路がなかったらどうなるかっていうことを考えていただいた方がいいと思うんですよね。ちょっとのこ先生、こんばんは。改めまして、先ほども書き込みいただいてました。オーストラリアでは、雲の被害がとても多いそうです。そうですね。まあ、このセアカコケグモもね、オーストラリアから来た雲です。しかも、タランチュラとか、日本人の想像を絶するような凶暴なやつ。そうですよね。温暖化が進行して、外来生物が住み着くようになったので、対応する医学的準備が必要になってきていますね。私もそう思います。まあ、今日はセアカコケグモって正直言ってそんなに怖くはないですよね。ただ、まあね、話のオチとしては、まあ、こういうものが、やってきているので、まあ、他のものもいるんだよって話をちょっとオチとしてはね、話そうかなというふうに思ってます。はい。それからですね、まあ、医学的にそうで、あとサメによる被害も増えると予想がします。そういえば、クマの被害も年々増えてきたなって、そうですね。クマはね、ね、いろいろちょっと痛ましい事件たくさんありますからね。はい。阿保峠ですね。阿保峠ね、あれはね、阿保峠っていうところがあるんですけど、難しいっていうか、もうね、難しいなんてもんじゃないです、阿保峠も。だって、あそこは、ね、確かね、活火山の 真上を通ってるんですよ、あの道路。活火山の真上を通ってるんで、どういったらいいのかな、だから、でもね、もうそこを通さなければ、旧阿保峠って道があって、もそこはね、もうすごいぐねぐねしてたんですけど、確かあのトンネル掘ったことで10分ぐらいですよね。で、通れるんですよ。だからもうあれによって、長野と岐阜のね、上高地、確かあそこ挟んでるのかな。長野のいわゆる松本地区と、それからもう岐阜ですよね。で、岐阜の、先の何温泉だから、ね、ちょっと有名なね、いい温泉があるんですけど、まあ、そこ、はもうほとんど陸の孤島みたいなとこだったんですよね。高山から行っても遠いし、長野から行っても遠いしってとこだったんですけど、ずいぶんね、そのトンネルのおかげで潤ったんですよ。はい。ということですね。まあね、はい。
無毒化したセアカワコケ群もばらまいて鎮圧する方法はダメなのかしら。ね、まあなんかちょっとねいけたらいいんですけどね。基礎科学分野も赤字だらけなんですが、2000年前後から研究は数年後の成果が必須になりました。うん、そうです。あのね、やっぱね2000年前後にね、やっぱりね私も思うんですよ。本当にね、なんていうのかな、民主党、また3年間だけですけどね、まあ別にあの彼らだけを責めるのもどうかなと思う時はあるんですけど、ああでもまあ余計なことしてくれたな、パフォーマンスのためにっていうのがいっぱいあるんですよね。でそれまでこうただでさえ我が国ってその国際競争力から遅れてたりとか、そういう研究開発費とか、まあほんとちょっともっと増やしていかなきゃなっていけなかったところにね、ガコーンって減らしたわけですよね。で一番あそこがまあなんていうのかな、過渡期だったというか、その半導体に関しても、まあ製薬に関しても結構ね大事な時期だったんですよね。だからでもってまあね、あの東日本大震災に来た時にね、まあもうあの対応の後手さって言ったら、まあ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 、まあ、もしかしたらねもう誰やってもね、うーんって思ったけど、あ、そう、その頃はね自民党なんですよ。ただあのこう2000年前後から増やしてたんですね、ある程度、うん、ある程度こう、まあまあ正直言ってしょっぱい額ですけど、少しずつまあ家計費とかね、こうちょっとどっとどっと増やして始めて、でそこで要するにまあ国民からバッシングが出てきたりして、まあある程度以上はちょっと増やせなかったんですね。でまあちょっとギリギリのところでこう保ってるところで、まあね、あの政権交代起きたわけですよ。まあいろんなことありましたよね。で政権交代起きちゃって、まあ自民党がベアしちゃった時にね、ゲアしちゃった時に、まあ民進党が出てきて、もう無駄なことは一切、事業を、まあ、事業、まあ、例えば公共事業とかやめちゃうとか言ってね、まあ、脱ダムから始まって、まあ、そういう研究費ですよね。まあ、一番有名なのが、あの、スーパーコンピューターの費用ね。うん。まあ、それをね、まあ、カットしようとしたって。あんなことばっかり言ってんですよ。うん。だから、何も分かっちゃいないんですよね。そういうところをね。うん。で、また、それ分かってないのに、また取り来てますから。うん。まあね、だからね、もうですね、民主党だけが悪いわけじゃないんだけれども、やっとね、その、なんていうのかな、そういう研究費っていうのはものすごく大事なんだよっていうところに気づき出したところに、ね、ゴーンって感じですね。その頃、科研費取ろうと頑張ってたのですが、数年後の成果項目あったんです。理学にはお金がなかったの。ですよね。いや本当に、なんていうのかな、もうちょっとそのなんていうのかな、ね、そういうところにこう研究費がね、回るようなね、制度作っていかないといけないですよね。本当に、なんていうのかな、変な話ですけど、例えばそのね、まあ、お隣の国にね、まあ、こんな話もあるんですよ。まあ、お隣の国ね、私はどこの国なんて名前は言いませんよ。中国なんですけど、まあ、例えばね、緑化って言って、まあ、緑を増やすためにね、こう、木を植えに行くじゃないですか。ね、木を植えに行きますよ。ね、まあ、要するに山が萩山になっちゃったから、まあ、緑化するために植林しましょう、なんていうふうにね、日本からね、苗木持ってって一生懸命植えます。ね、それが一週間もすると、また萩山になっちゃうんですよね。で、なんでそんなことを繰り返しているかというとですね、苗木がお金になるからってね、植林した苗木をまた買って売っちゃう国なんですね、あの国はね。だから、もう全然ね、そんなのもやってても無駄なのに、ずっとそんなことをやり続けてたんですよ。で、それ安倍さんの時にやっとやめてくれたっていうね、まあ、本当にもうバカでねえかっていうのがね、いっぱいあるわけですよ。その、いわゆる ODA っていうのかな。ODA だって中国に ODA してもしょうがないじゃないですか。だって向こうのが進んでるところいっぱいあるわけですからね。本当にバカでにのかっていうのは正直言ったと思ったところですよ。まあ、それこそだからこうね、中国といえばこのまあ外来種といえばね、寄生虫とかそういうのがあるわけですけれども、まあそういうのもね、まあもうちょっとね、こう頑張っていろいろ駆逐していただかないとっていうのがある中で、家計費、なんかそういうのね、研究も必要なんですよ、そういうのにもね。
本当にもう、それをだからこういうところにこういうものは必要なんだよって、きちんと説明できるのがやっぱり文科省であったりね、経産省であったりなんですよ。もう本当にだから研究しなきゃいけないこといっぱいあるんですよ。税金使ってね。例えばその、まあそうだな、まあ、私が大学で教えているようなところのちょっと関連から言うと、人間がね、生きてる以上、物は動くわけですよ。流通って話ね、流通の話なんですけれども、まあ人がね、人がいる、事業がある、商いがある、物流が起きるわけですけど、我が国の陸上物流の効率が非常に悪い。今はね、その昔に比べたらだいぶ良くなってきたとは言いますけど、それでもですね、いわゆるですね、空席車両、荷物を積んでないで走っている貨物自動車の数というのは我が国尋常じゃないんですよ。これどうしてかっていうと、ね、そういう研究が一切なされてないから、そういうネットワーク作りとかもされてないから、単純にお客さんから荷物を受け取って、配達先まで荷物をね、遠いところにポンと届けたら、そのトラックからで帰ってくることが多いんですよ。そういうことの研究とかもしていかなきゃいけないですね。例えば経産省絡みで言うとね。で、そんなこともしてないのに、お金とかみんなこうね、きちんとこう、なんていうのかな、そういうところにもお金がいっていないのに、ね。まあ、SDGs とか言ってるじゃないですか。バカでねえのかと思いますけどね。そういう、いわゆる、なんていうのかな、人がお金を潤うことができるところに、科研費とかお金とかね、まず突っ込んで、研究費なんていうのは、もう研究費っていうのはいっぱい突っ込んだって、その結果が出るのはもうね、何十年とか何百年とか後だったりするわけですよ。だからそういうのもね、もう分かってないからね、もう本当にもう、本当としょうがないなって感じですよ。はい。それでね、なんで国産のワクチンができないんだとかね、平気でね、くったべる、垂れてる場合いますからね、特に、まあこれは自民党にも野党にもいるしね、科学者でもいますけども、バカだれような作れるわけねえだろう、なんでも金はかかんだよって言ってね、ちょっとそこはね、分かった方がいいです。人間生きていくのにお金必要なんですから、研究やるのね、ボランティアじゃできないですよ、正直言って。さすがにね、なんていうのかな、ご飯も食事もしないでね、生きていける人いませんからね。よくね、すごくその儲けることが悪いとか、利益を得ることがすごく悪いとか、そういうこと言う人いるんですけども、まあ、本当にね、と思いますよ。はい。そういうところかな。はい。ということで、なんだっけ。はい。まあいいや。まあちょっとその辺の話をしてると、本当に腹立ってしょうがないんでね。まあいいや。もう腹立ってもしょうがない。ということで、とりあえず本題ね、ちょっとだけスライド作ってありますんで、お話をしていきたいと思います。今日のですね、資料を参考にしているの、東京都でございます。で、これはすいません、さっきのですね、本来はこの解説をするところだったんですが、ですね、まあ、こんな雲です。セアカコケ雲。本日の資料すべて東京都環境局の出している、外来生物の、ね、リーフレットというのがございまして、そちらの方からですね、資料の方はすべて使わせていただいております。まあ、これがね、一般的に配られているもので誰でもですね、使うことができるものとなっております。セアカコケグモ。携帯用大きさの特徴というところでね、まずお話をしていきたいと思います。この雲ね、ちょっと似てる子もいるんで、後からご紹介します。そっくりさんいますね。まあ、体長。まあ、オスもメスもまあ、いるんですけども、メスの方が非常にでっかいです。ね。7からね、10ミリ。オスの体長がですね、ちょっと小さくなります。4から5ミリ。ね。はい。って感じですね。はいはいはい。あ、あかりさんこんばんは。はい。ああ、セアカコケグモね、そう、お墓によくいるんですよ。まあ、ただ、結構臆病な子なんで、何もしなければ刺しませんからね。ただ、ね、気をつけなきゃいけないのは、座っちゃったりとかするとね、知らないで、そこに、刺したりとかすることがあるね。
まあ、基本的にはかなり臆病な、ね、性格してますから、ただこう知らないでね、踏んづけたりとか、知らないでこう逃げられないような状態にしちゃうと、逃げさせろ、ガーンって噛んでくるんで、そうするとちょっと危険な感じです。はい、そうですね、大体まあ私の待ち針のね、サイズぐらいになってますね。ラシの待ち針のサイズということで今書き込みいただきましたけど、まあ大体ですね、セアカコケグモのオスのサイズね、大体まあこうね、まあ私のそのね、ところの大きさと同じぐらいちっちゃいということでね、見ていただければと思います。体長とね、頭部の先から、腹部の先までの長さなんです、これね。だから足の長さ含んでません。まあ、クモなんで、足の長さ含んでると、測れないんで、まあ、体長だけということになっております。このクモ、毒性が強く有害なのはですね、これ、メスだけです。で、オスは毒性が弱いです。で、全体が黒いんですけど、大きな球状の腹部に、が背中の方にあります。で、腹面にですね、赤い砂時計状の模様があったりするんですけども、このクモですね、実は、オスとメスで全然違う形をしております。ね。はい。殺した方が良いんでしょうか。そうですね。まあ、後半をお伝えしますけど、殺虫剤とかね、普通に、なんていうのかな、まあ、そんなに強い殺虫剤じゃなくて、この子たちはね、意外と弱いです。ただ、隠れるんですね。こう、あんまり表に出てこないんですよ。なんで、はい。そうですね。そうです、そうです。さ、あの、靴で踏んで殺虫剤が一番いいですね。はい。で、次です。はい。でね、さっきもね、書き込みいただきましたけど、セアカコケグモはもともとオーストラリアのね、クモです。で、我が国ではですね、どういうことになっているかというと、平成30年8月現在、国立環境研究所のホームページによりますと、ということでね、まあ、44都道府県、要はほとんど全部。まあ、北海道から沖縄まで、まあ、どこにいてもおかしくないよというふうに捉えていただいて結構でございます。本来は、この子寒いのあんま得意じゃないんですね。だから、まあ、最初の頃はね、これ、冬越せなくて、まあ、繁殖しないよって言われてたんですけれども、いや、そんなことはなくてですね、このセアカコケグモも賢いんです。ね、例えばそのエアコンの外気とかですね、あったかいところに隠れて越冬しちゃいます。お墓なんかもね、そうなんですけれどね、あったかいところ見つけてこの子たちは越冬します。そして一度にですね、まあ、大体200個ぐらいのね、卵を産みます。ですから、まあ、1×200 でどんどん増えてきますんでね、もうものすごい数で増えております。そしてですね、まあ、国内における状況ってことでね、44都道府県、生息地、日当たりが良い場所や暖かい場所にある物陰です。ね。だから別にこう、なんていうのかな、表立った場所に出てくる子たちではありません。ね。で、物陰や隙間に生息しています。で、昆虫とかをね、捕食するんです。まあ、クモですからね。はい。ね。で、まあ、注意すべき場所の例ということで、まあ、ちょっとここに軽く写真出てますね。ベンチの後ろがね、一番ちょっと危険ですかね。で、後ろにいるんで、まあ、普段は踏むようなことないんですけど、こう、ベンチ隙間あったりしますよね。よくこう、木でできたベンチとか、まあ、最近こうね、通気性とか考えたりとかして、後ろ側にこういたりとかして、こう、たまに上にひょこっと出てきたりします。で、まあ、人が来るとね、臆病なんでパッと逃げていくんですけれども、万が一この子踏んじゃうとですね、おーい、で、どきたいよーって言ってガブッと噛んでくることがありますんで、噛まれちゃうとちょっとね、よろしくないことが起きるので要注意です。それから自動販売機の下、あったかいんですね。それからブロックやフェンスの隙間、ここも結構日が当たってね、ポカポカあったかいんですね。あと、エアコンの室外機の下ですね。ここはですね、冬場でもですね、ポカポカなんですね。それから排水口の蓋の裏側の側面。なんでかというとですね、排水口ってね、冬あったかいんです。あったかいんですよ。排水ってあったかいんですね。外の水に比べるとですね。で、そこにいます。それから外に置いてあるサンダルの中とかなんですよ。で、まあ、これはね、まあ、サンダルの素材にもよるんですけど、まあ、比較的こうね、サンダルって日が当たった時に暖かくなりやすい色が多いじゃないですか。黒っぽい色とかね。まあ、そういうのが理由じゃないかな、なんていうふうには言われています。はい。
次ですね。はい。健康被害の実例ということで。はいはいはい。ね。うんうん。あ、金曜天馬賞。あ、日本に天敵はいない。いなくはないんですけど、いわゆるこのものすごい繁殖力に対抗できるだけの天敵はいないですね。うん、この雲の中にですね、こう卵を見つけるですね、ハエがいるんですね。まあ、それを駆除に使ったりするんですけど、全然追いつかないです。その駆除方法だとね。はい。います。天敵は一応います。いるんですけど、まあ、増えすぎちゃって歯が立たないっていうね。で、健康被害の具体例です。ね、これですね、刺されて噛まれた、ね、歯垢により、ね、まあ、歯垢というふうな読み方なんですけども、歯垢により、局所の疼痛と、うつ、ね、疼痛、な、これなんだ、なんか、かながカッコついてないんでちょっとおかしいですね。歯垢歯垢になってますね。疼痛になってますけどね。はい。で、ちょっと読み直しましょう。歯垢により、局所の疼痛、熱感、瘙痒感、広汗、高血をきたし、区域リンパ節が、ね、これまでかなってあるのか、主張する。ね、通常は、数時間から数日で症状は軽減します。だからね、そんなに大騒ぎすることではないんですけれども、ただね、時にですね、脱力だとか、頭痛、筋肉痛、眠れないなどのですね、全身の症状がですね、数週間継続することがあります。でですね、まあ、重症の場合はですね、まあ、進行性の筋肉麻痺が起きるということなんですけど、現状ですね、まあ、この蜘蛛に噛まれたことで、まあね、幸いにもお亡くなりになられた方は我が国内にはいません。で、まあ、元の流行国のオーストラリアからもですね、オーストラリアにもですね、この蜘蛛を理由とした死亡例に関しては1960年からないんですね。というのは、まあ、この蜘蛛のですね、まあ、血清ができたりとか、したっていうのもあると思うんですけど、まあ、死ぬほどではないけど、ちょっと大変だよっていう感じです。痺れてしまったりとかね。で、放っとくとどうなるかっていうと、ほぼほぼの方はですね、まあ、3週間とか、まあ、何ヶ月、数ヶ月で単位を得てですね、治ってはくるんですけれども、このクマに噛まれた時の特徴としてですね、ちょっとですね、時間が経ってから気づくんですね。だから、よく何か動物とかに噛まれたりとか、虫に噛まれたら、その虫自体を持って受診してくださいっていうことがあると思うんですけども、なかなかね、それができないのが、このクモの特徴です。わかんないですからね、噛まれた時ね。うん、で、ただ、こう噛んだ後はあるんですよ。なんでかっていうと、そこがね、こう異常にこう、ジン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 してきます。で、腫れてきます。で、そのね、ジンジンの痛みだけはね、すごく長いんですよ。うん。で、ただその噛まれた時はもう分かんないぐらいです。痛さとしてはね。ただ時間が経ってこう痛みが出てくるっていう特徴が、このね、セアカコケグモをはじめとしたですね、いわゆるコケグモというものに関してはあります。なんで傷口をですね、流水や石鹸水で洗い流して、医療機関を受診ということが、このクモに噛まれたかなと思った時は、必要です。はい。特徴です。まあ、これもあれですからね、ちょっと、書いてないですけど、東京都のね、環境局のページからです。背中とですね、お腹で、まあ、これはメスです。ちなみにオスはですね、本当に小さいです。うん、で、オスはまあほぼ刺すことはないです。うん、で、この蜘蛛の性質があるので、まあ、オスを見ることはあんまりないですね。この蜘蛛ね、最終的にオス食べちゃうって性質もあるんで、まあ、あんまりオスをね、オスと遭遇する率があんまり高くないんです、実はね。はい。で、まあね、特徴的なのは、まあ、さっきもね、写真出てましたけど、黒いね、体に、中央部に赤い模様があるっていうのが特徴。これ、裏表ね、背面、覆面、両方です。覆面って言ってもあれですから、こう、かぶってね、こう、レスラーとかで、そのレスラーじゃないね。はい、失礼しました。こういう感じですね。で、ただこれ似てる子たちがこんだけいます。ね、大姫雲。うん。まあ、ちょっと大姫雲は厳しいかな。
それからこの、ふの字雲っていうのがね、とても似てますよね。言われて、さっきの文章的な、文章から、まあね、判断すると特徴が似てます。それから、まだら姫雲。この辺なんかもね、まあなんとなく、似てなくもないかなっていう感じです。で、駆除方法です。ピレスロイド系のですね、家庭用殺虫剤をね、散布します。まあ、これはね、もう、ドラッグストアとかで見た方がいいです。ピレスロイド系って感じでね。うん。決してそんなにこの子たちはですね、ただしぶといのはしぶといですよ。うん。なんで。まあ、じゃあ、その繁殖力は強いけども、こういった薬剤に強いかっていうと、そうではないんですね。何がいけなかったかっていうと、初期に、まあ、どうせ冬越せないだろうって言って、初期に駆除しなかったから、まあ、今、増えてるってだけの話です。まあ、いかんせんよく増えます。皮膚に触れないようにですね、さっきもちょっとね、書き込みいただきました。靴などで踏み潰す。これ大事ですね。あと、熱湯をかける。まあ、こんなもんでいいんです。この子たちね。ただ、言うほど強くはないです。ってとこですね。はい、じゃあちょっとコメントを読んでいきたいと思います。うん、毒はあるんですけど、我が国でね、実はね、一番毒を持ってる蜘蛛っていうのはゴケグモ類じゃないんですいるんですね。うん、実はですね、カバキゴマチグモっていうのがいるんですよ。ちょっと今日写真用意してないかな。うん、これはね、結構そのいますね。はい。カバキゴチグモ。ちょっとまあ、ちょっと調べてみようかな。ちょっと待ってくださいね。今、ちょっとネットで出してみますね。うん。カバキゴチグモ。多分ね、あんまりね、こう、写真がね、出てない子なんですよね、この子たちね。多分ね。まあ、ちょっと本とかはね、出せないんで、カバキ、こっち、あ、出るね。はい。でですね、ちょっと白っぽくてですね、なんていうのかな、まあ、まあ、白とは言わないのか、この子。まあ、こんな子なんですけれどね。これ、ちなみにカバキコチグモは日本のクモとしては最強に毒を持っているというふうに言われてます。はい。ちょっと、世界の生き物っていうのが出てきてますけども、まあ、こんな感じの子ですね。ちょっと出します、画面にですね。うん、あれ？なんで、いないんだ？ウィンドウキャプチャーで。はい。ですね。少々お待ちくださいませ。これかな？あ、これだ。はい。ですね。ですね。あ、いたいたいた。出てきた。はい。これでございます。ね。カバキコチグモ。これ、国内にいる、クモとしては、まあ、毒性が最も強い子ですね。うん。まあ、ゴケグモよりもですね。まあ、ゴケグモってですね、まあこれ学術的にはですね、性的2型って言って、オスとメスが全く違う形してるって言ってぐらい違うんですけれども、まあね、まあこの辺のクモはそうでもないかな。ガバキコマチグモとかはね。うん、で、ですね、これはですね、危険性っていうところでちょっとこう書いてありますんでね、これちょっと見てみましょうか。うん。あれ？危険性何も書いてない。あ、これです。強い毒性があります。噛まれると触症状が出ます。牙が反っていてですね、噛まれるとものすごい激痛が走るっていうのが特徴ですね。でですね、これはね、かなりちょっとですね、まあ、生態グロテスクなんですね。で、生息地は北海道から本州、四国、まあ、日本中にいます。ただ、セアカコケグモほど数は多くないです。ね。で、こちらのクモはですね、ちょっとすごいんですけど、生まれた子グモがですね、母グモを食べるんです、ご飯としてね。で、まあ、これがちょっとショッキングな生態ではありますかね。まあ、いくつかいますけどね、こういう昆虫ってね。で、大きさがまあ、これはね、クモとしては結構珍しめなんですけど、オスの方がちょ、まあ、変わんないけどね、オスの方がちょっと大きいんですよ、このクモ。
大体クモっていうのはほぼほぼメスの方が大きいです。はい。で、まあ、構造としては、まあ、大きく反り返った2本の牙とかって、このクモがね、これ、こいつね、うん、最も、まあ、我が国にいる毒蜘蛛の中では毒性は強いかな、というふうに思います。で、これもね、書いてありますけど、毒性が強いんですね。うん。で、まあ、熱もそうなんですけども、このクモの場合ですね、頭痛とか嘔吐とかショック症状というのが、まあ、現れることがあったりします。まあ、なかなかですね、この子で、さっきの性格コケグモってどちらかというと臆病な性格なんですけど、まあ、この、カバキコマチグモに関して、コマネチじゃないですからね、カバキコマチグモに関してはですね、かなりね、まあ、激しい性質持ってるかな、という。これがまあ、おそらくまあ私の知る限り我が国、まあ、蜘蛛の中では、まあちょっとやばい毒、強い毒を持ってるかなという毒ですね。うん。はい。というとこです。自然天敵は日本にいない。あ、蜘蛛ですか。まあ、いわゆるだから昆虫を捕食するような、子たちですよね。だから、まあちょっとなんか、昨日の話になんかちょっと、昨日とというか、フグの話にまたなんかなっちゃいますけど、いわゆるこの子たちを食べても、まあ、毒が、いわゆる致死量でない動物たちは食べてきますよね。ただ、まあ、食べていわゆる毒性を、まあ、なんていうのかな、感受性を持っている、毒に対して感受性を持っていると、やっぱり死んでしまいますから食べませんし、まあ、ただこれだけ小さいのでね、捕食するのはいると思うんですが、ただ、いかんせん、繁殖力の方が早いんですよ、こういった、昆虫ってね。はい。というところです。ちょっとこれね、あんまり生態実は私はね、ちょっとこれ認識してなくて、ただこう、やたらこう、母グモを食べるっていうのがものすごくこう、ちょっとショッキングなのと、まあ、毒がかなり強いんですね。ですから、まあ、こう、まあ、あと、あ、そうそう、あとね、夜行性です、この子ね。夜行性で、イネ科の植物の葉をですね、ちまき状に巻いてですね、中に産卵するんです。クモなんですけど、この子、クモの巣作りません。うん。こういうちょっと変わった生態があります。クモの巣を作らないでですね、こういう、植物にですね、こう、ちまき状のね、いわゆる、だからこう、巣を作って、その中に産卵したりとかして暮らしたりとかするんですね。クモだけど、クモの巣を作らないっていう特徴を持ってる、カバキね、あんまりこう情報がないんです、この子ね、ネットとかでね。確か。教科書には書いてあるんですけどね。はい。で、どころかな。という子がおります。はい。だからまあ、クモもね、あんまりこう、警戒しすぎはよくないんですけども、やっぱりこう注意してほしいのはですね、まあ、いわゆるそのね、お子さんでもこうね、体のちっちゃなお子さんね、とかはどうしてもこう注意しないといけないかなっていう感じですね。終わっちゃいけないよ。まだ終わってないよ。ね。はい。ってところです。どうでしょうかね。はい。あれどこ行った。はい。というところですね。準備じゃない。だから終わってないってまだね。はい。というところです。はい。今日はね、ざっくりですけどね。まあ、セアカコケグモ。で、まあ、外来種って、まあ、この他にもね、いるんです。結構ね。で、まあ、ちょっとその辺なんかもですね、まあ、今日はご紹介をしたいんですが、ちょっと待ってくださいね。はい。少々お待ちを。これ、ないな、あれ？これか。こっちかな。はい、これだ。これね。これか。はい。はい。ですね。これじゃなくて、こっちだな。はい。ですね。
外来種って他にも結構いまして、まあ、クモもそうなんですけども、まあ、これがちょっと私がですね、今日参照させていただいているページのちょっとスクリーンなんですけど、ちょっとですね、まあ、それをちょっと画面の方に出させていただきます。これかな。あ、これだ。はい。ちゃんと出てました。はい。はい。ですね、これですね。はい。なんかちょっとでかすぎるかな、これ。はい、ちょっと縮めます。はい、でですね、まあ、セアカゴケグモに関しては、まあ、もういいと思うんですけれども、まあ、今ね、触れてった通りでございまして、これですね、危険な外来生物ってことでですね、あ、ここじゃないページの方がいいんだけどな、まあ、いいか。うん、これだ。はい。危険な外来生物ですね。クモでもですね、例えば、セアカゴケグモもいますし、このね、ゴケグモの中で、灰色ゴケグモっていうのもいたりします。それから、まあ、有名ですけど、カミツキガメとかね、それから、赤カミアリとか言って、これも噛みつくんですね。それから、まあ、言わずと知れた、もうすっかりこのアイコンが有名になりました、ヒアリとかね、それから、極東サソリ。まあ、これもいたりします。まあ、ペットで逃げちゃってるっていうのが多いんですけどね。で、増えちゃってるっていうね。まあ、それからもう一つのね、ゴケグモですけど、黒ゴケグモっていうのもいます。これ、似てるんですね。セアカゴケグモに。ただ、真っ黒ケッケっていうところです。で、ゴケグモの怖いところっていうのは、これどうしても一つお伝えしておかなきゃいけないんですけども、普通にその住環境に入り込んでしまってるってことが一番怖いんですよ。うん、で、さっきからも話している通りで、例えばその乳幼児とか、ご年配の方とか、アレルギー持たれている方以外はですね、まあ、これに噛まれてもですね、ちょっと激しい症状は出るか、この可能性があるんですけれども、まあ、命に関わるようなことは現状はないかなというところではあるんですね。ただ、住環境のかなり、例えば床下であるとか、まあ、そういうふうに、すごく、人と近い距離に、いるんですね、この子たち。だから例えばその知らない間に、こう踏みつけてしまって、クモってご存知かと思いますけど、踏みつけ方をね、こう、まあ、ガッと踏んじゃうと、まあ、死んじゃうんですけども、こう隙間で結構生きてたりするんですよね。でそうするとクモ出られねえよ、おい出たいよってガブってやるわけですね。でそうすると、まあ、噛まれるってことが、まあ、多いですね。まあ、ヒアリとか、まあ、その、この赤カミアリとかは、まあ、そんなレベルではないですし、カミツキガメとかはもっとやばいですけどね。サソリとかも、まあ、偉いことですけどもね。はい。あと、その他に、まあ、いたりますね。カナダガンとかね。まあ、いろんな外来生物ってのいますので、まあ、外来生物もね、結構、こう、危険なものと、まあ、危険じゃないものがいるんですけれども、まあ、外来生物じゃなくて、実は在来種の中にね、危険なゴケグモの類でいたりするんですけどね、沖縄奄美にしかいないようなゴケグモで、まあ、我が国に昔からいるゴケグモで結構毒性が強くもいるんですけれども、まあ、ただ、まあ、それはまた追ってね、紹介していきますけど、外来種は結構そのね、この我が国の厳しい環境で、順応してる、増えてるのがいるんですね、この一番下の、例えば、ツマアカスズメバチとかね。まあ、スズメバチよりは小さいけれどねっていうところですね。あと、コメカメアリとか、まあ、クモもね、結構いるんですよね。で、さっきちょっと、書き込みいただいてましたけど、まあ、タランチュアはいないですけど、なんか似たような形の、なんかちょっと、不気味なクモって結構ね、例えばこの毒糸クモとかね、イエイトクモとかね、ブラジル糸クモとか、この糸クモ類もね、ちょっと、まあ、ちょっと嫌な感じではありますね。まあ、また今度ね、の機会に、改めて、まあ、全部こう紹介できればなと思ってはいるんですけどね。はい。というとこですかね。はい。はいはい。お風呂入ってきますということで、いってらっしゃい。ブラカタブラさん。はい。うん。お風呂上がってきました。お帰りなさい。はい。うん。そう。これらはすべて毒割り。まあね、確かにね。ある毒はあるんですよ。うん。お墓参りはね、殺虫剤もそうなんですけど、お墓に行ってこう、お参りするときに、水流したりとかしますよね。こう、ジャーじゃー。で、あれで結構、蜘蛛ってこう、
当然隙間に入ってる蜘蛛ってこうわーって逃げ出すんですよ。あれ意外とまあお墓に何か備える前にあれって結構効果ありますよね。とりあえずは逃げてくれるから。うん。まあその後別にお墓に戻っちゃってもね、乾いた後にね。まあお墓は本当にね、さっきもちょっとお話しましたけども、まあこの資料にも出てますが、非常にこのゴケグモ類がね、とてもこう居やすいとこなんですよね。セアカゴケグモのとこで見るとまあ本当にお墓とかね、墓地とかにすごくいるんですよ、これじゃないな。まああとこの灰色ゴケグモとかも似たようなもんなんですよ、生態としてはね。同じようなとこにいます。はい。なんでまあまあ確かにね、おっしゃる通りで本当にお墓参りとかは結構気をつけた方が良いかなというふうに思います。まあ、詳しくはですねこのページを見ていただけるといいかな。気をつけて危険な外来生物っていうものなんです。まあ東京都環境局のね、ページなんですけど、まあ同じ内容のものがですね、東京都保健福祉局、どちらかというと、まあね、病院系の、局なんですけども、病院系本部とは別のね、局があるんですけれども、そっちが運営しているページにもね、この似たような、内容書かれてて、リンクされているところがありますから、まあ、そちらでもね、これ見ていただくことができますんで、ゴケグモ類ね、まあ、毒性は強くないんですけども、知らない間に噛まれてですね、じわじわとこう弱いですね、痛みがね、続きます。まあ、ただ、米国南部とかではね、まあ、一応、まあ、実際にですね、まあ、なんて言ったらいいのかな、まあ、事故はあったらしいんですけど、ただ、人の死亡に関しては、もう、ここ最近、だから、1960年のオーストラリアが最後となってますよね。はい。で、毒の種類は、ラトロキシンね。なんか、ラってつくとちょっと反応しちゃうんですけど、ラトロキシンという毒です。はい。で、まあ、いろいろ動画とかもありますから、こんな動きをするんだよっていうのね、見ていただければと思います。はい。ということで、ね。まあ、以上ということで、解説ね。まあ、ある程度今日はね、終了していきたいと思いますけどね。赤字ですよということで、ありがとうございます。まあ、ちょっとね、だいぶもう最初の30分は、まあもうほとんど配信できてなかったんで、ね、まあ、もう少し延長しようかなと思ってますけどね。はい。というところで、はい。ラスカルラーメンスープ飲んで温まろ。ラスカル製薬の新薬、みんな、ヌコロエース、プルトニウム配合で、効果長持ち、怖いな。なお、空間除菌もできます。ということで。はい。日本の生態系って、一部の外来生物にとっては、繁殖天国なところもあるかもですね。そうなんですよ。ね、本当にね、そうおっしゃる通りなんです。というのはね、むちゃくちゃ強い天敵って、いないことが多いんですね。カミツキガメなんかそうじゃないですか。誰も、なんていうのかな、その指定外来種だと思ってないけど、ミドリガメもそうじゃないですか。ね。まあ、だから、知らないけど、それ、外来種っていうの、多いですよ。ミドリガメ思いっきり外来種ですからね、あれね。まあ、でっかくなりますけどね、結構ね、あれもね。こんなね、ミドリガメも大きくなって、こうね、頭こう上に立ててると、わあ、似てるなとか思いますけどね。はい。ラトロキシン？そう、ラってつくとなんか、そう、ちょっと反応しますよね。ラがつけば反応する。そうそうそう。ラがつくと何でも反応しますからね。はい。ラがつけば反応するらしい。焼きが回ってきましたが、そんな感じだね。もうダメだね。ダビオだね。何のこっちゃって話なんですけど。で、とこですよ。はい。だからまあ、まあ、雲に限らないけど、まあ、ただ雲は、なんだかわかんないじゃないですか、よく見ないと。よく見れば、こう、いろいろ区別はつくんですけど、雲って意外とね、こう、ナチュラルに
痺れますからね、あの毒蜘蛛噛まれると命に関わらないけどナチュラルに痺れるし、まあ、ナチュラルにこう熱出たりとかナチュラルにこう関節痛になったりとかしますから、まあ、クモの毒は結構ちょっと要注意ですよってところありますね。はい、摩周湖に外来種を放ってはいけない。まあそりゃそうですね。摩周湖の、摩周湖でちょっと思い出し、摩周湖の摩周の霧水っていう、水があるんですよ。ホクレンが出してる水なんですけど、あの水の軟水は半端ないですよ。軟水っていうかもう本当にもうこう、ほわーっとした水で、まあ、お料理に使うというよりは、コーヒーとかお茶とか出すといい感じですかね。あの辺の、まあ、湧き水なんですけど、摩周の霧水っていうのを売ってるんですけど、最近あんま見ないな。まあ、あるのはあるらしいんですけどね、商品としてね。はい。というところですかね。はい。今日はすいませんね。なんかね、すっかりこう、コメントがあんまりちょっと、拾えずにですね、もう、どうしよう、どうしよう、バタ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 とかちょっとやってましたけどね。はい。そうね、今日冒頭で話してたね、そのリニアの話、あと小室さんの話、まあ、ちょっとその辺もじゃあ入っていきましょうか。まあ、金曜日ですからね、今日ね。リニアは本当にあれ相当必要だから作ってますよ。まあね、静岡県知事ね、大反対してますけど、いい加減にしろって正直思うぐらいです。で、まあ今回ですね、まあ不幸にしてですね、本当にお二人の方がですね、亡くなりまして、本当ご冥福をですね、お祈りいたしますけども、まあ、本当にですね、工事に携わってた方々って、もう本当に危険なのが分かってたので、もう本当にもうどの工事よりも安全第一でね、現場監督もそうでしょうし、作業員も間違いなくね、その危険ってことはもう本当に避けて避けて避けてずっとやってきたとは思うんですけれどもね。ただ、本当に必要なものだから掘ってんですよ。本当に活断層をぶち抜くっていう、まあね、もう本当に活断層っていうか、まあ、あれはもうね、中央構造、まあ、要は中央構造線ですよね。だから、わかりますかね、糸井川から掛川に向かうところね、中央構造線ってよく言いましたよね。あれは小学校で習うんでしたっけ、中学校で習うんだったかな、ちょっと忘れましたけれど、まあ、日本列島をね、こう、まっすぐに貫くですね、まあ、山々なんですけれども、まあ、日本のね、折れ目なんていう言い方もありますけどね、はい。反ラスカル派の仕業かも、いや、そんなことはないですけどね。で、まあ、ああいう、だね、あそこでね、やっぱり現場のトンネルの本当事故ってのは、本当に気の毒しっていうか、もう本当にね、だからもう、まあ、命かけて本当に建築工事っていうのは、やってらっしゃる方々が、言うってことを本当知ってほしいんですよ。だから、本当にその公共事業ってね、本当にその、なんていうのかな、すごくまた無駄な公共事業やってとかね、JR 東海のリニアはね、まあ、JR 東海が、まあ、やって、まあ、でも誰も公共事業ですからね、立派なね。まあ、だから本当にね、ちょっとそういう公共事業で、なんでそんな儲かんないところに車通すんだとかね、言う方いらっしゃると思いますけど、物流って本当にすごく大事なんですよ。物流、物の流れ、人が流れるよりも物が流れることっていうのは人の生活の中でとっても大事なんです。そう、川勝知事ね、川勝知事通してやらぬ、開通時期も守れないやろ、で事故起きたんやろ、 Y の判断は民意民意、沼津の貨物駅問題なんて知らんな、ってね、まあ、そういうことを平気で言っちゃいますからね、あの方ね。全然民意じゃないと思うんですよ。で、確かにね、その、まあ、静岡は水を取られた歴史があるんですね。もう発電所、水の発、水利用でバン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 あちこちに水取られて、
で結果としてその、まあ、ダムを壊したっていうね、なかなか異色の経歴を持つ大井川とかって場所があるんです。一回作ったダムね、水が取られちゃうから、まあ、そのダム壊して水を戻した、まあ歴史、それ水を取り返した歴史ってところなんですけれども、もともと本来は大井川というのはですね、東海道最大の難所と言われたぐらいですね、まあ雨が降るともっと水が増えすぎちゃってね、渡れなくて本当に大難所だったんです。橋なんかもすぐ流されたりとかしてね、まあそのぐらい水が豊富だったんですけど、残念ながらね、今でもそうですけれども、非常に川の流れがですね、くにゃ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 してまして、まあ治水もちょっとやりゃいいのにと思うわけですけれども、まあそれも公共事業ですからね。で、治水やるのにも本当にくね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 してる、まあ暴れる川というぐらいに言われてるところで、まあそういうのもあるところなんです、大井川って。で、水がまあどん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 減ってきてしまってて、まあダムの利用とかもね、非常に、まあ水利に関して非常に静岡県は敏感になってます。まあ大井川の他に天竜川とかですね、それから富士川という川3本流れてるんですけれども、まあね、静岡県結構そこはね、デリケートになるところではあるんですよね。そういう水を上流で持ってかれてとか中流で持ってかれて、電気でね、水がなくなっちゃって、でお茶畑の水とかね、やっぱり大量に必要ですからね、お茶畑ってね、水がね、まあそういうところで、まあいろいろ歴史があるわけですよ。だからそういう風になる気持ちってのもわかるわけですけども、ただそのリニアに関してはですね、まあ、正直言ってやってみなければ何ともわからないところではあるんですけど、まあ、仮にその渇水対策が起きたとしても、まあ、その渇水が起きたとしても、それに対する対策っていうのは、まあ、保証っていうのはね、静岡県に対してそれは JR 東海、まあ、明確になればやらざるを得ないと思うんですよね。でこれはもうトンネルってものを掘ってると出水事故っていうのは大体ね、起きます、もう本当に。ただまあ陸上のトンネルなんですけど、あのトンネルというのは本当にもう海底トンネル掘るより難しいと言われてるんですよね。さっきも言いましたけど、その断層って言ってね、断層がいくつにもこうね、本当にそれこそバームクーヘンみたいになってるわけですから、本当に難しいところです、あそこはね。だから本当に難しい土木工事なので、であの辺りではね、本当に難しい土木工事、静岡のいわゆる中央構造線ではね、いろいろ実はやってるんですわ。だからそのさっきも言いましたけど、リニア以外にも、高速道路三延伸自動車道、これはね、縦に、まあ、南北にですね、貫く、まあ、横断道なんですね。まあ、日本列島ってこの場合は縦断とは言わないですね。横断っていうんですね。で、まあそういう道なんかもあったりとかして、これはね、本当にもう難しいんです、あの辺の道って。ないと困る。物流の本当に要衝なんですね。だから、まあもうちょっとね、こう、まあそういったところにも、こう、もうちょっとね、確かにその東京に住んでると、都市部に住んでると、わかんないことってあると思うんですよ。まあ言ってみればその都市部中心に見てみたときに、じゃあなんでそんなとこに道作るんだよって、どうせ人通して飛んでんだからいらねえだろうっていうふうに考える人多いと思うんですけども、物流の要所になってることがすごく多いです。物を何かね、運搬するのに非常に重要になっていることが多いです。例えば、その、静岡県の、南の方って、スズキであるとか、まあ、そういった自動車メーカー、ヤマハであるとか、そういうメーカーもね、たくさんあります。で、そういったところに部品を供給している工場として、例えばその長野県のですね、伊那というところがあったりとか、そういうところから供給していることがあるんですけども、現状ですね、とっても遠いんですよ。で、道ないわけじゃないんですけど、ものすごく道険しかったりとかね、まあ、ボロボロに崩れちゃうんですね、結構すぐにね。なんで、まあ、あの辺ってすごく実は、その、静岡県って結構、大事なところなんですよ。まあ、静岡だけじゃないんですけど、そこを取り巻く周りね。静岡の隣には、まあ、トヨタの、お膝元である、まあ、愛知県があるわけですし、静岡のすぐ隣は、まあ、神奈川県ですからね。そういうのをちょっと考えていただきたいでね。だからあそこで、まあ、事故を本当不幸にして起きて、本当に、本当にもう気の毒としか言いようがないんですけれども、ただ、
本当に難しい工事なんだよってことを、ただトンネル掘ってるだけじゃないんだよっていうのをこう知っていただけるとね、まあ、すごく良いかなというふうに思います。まあ、本当にね、まあ、さっきもちょっと出しましたけど、動画でモヘジさんって方ね、そういう、なんかもともと、なんかあれみたいですね、鉄道の動画出されてた方みたいなんですけど、まあね、土木の方が、見ていただく人が増えるので、なんか土木を上げてるって話だったんですけど、まあ、これだけ調べる人だったら、何やっても上がるんじゃないかなと思うんですけど、すごいなと思いますよ。本当に感心するぐらいです。本当に。だから、あの方の動画は、もう本当に図書館に行くぐらいの価値ありますからね。だから、私がね、私が、まあ、そういった、だから、経済のこととか、物流のこととか調べるのに、やはり、正直言ってインターネットでは無理なんですね。で、やはり、例えば、国会図書館に行ってみたりとか、地域の図書館に行ってみたりとかして、いろいろなことをこう調べてくるわけなんですけども、まあ、そういう情報が、もう、わあ、もう、なんていうの、もう、こう、なんていうの、もう、ふんだんに入ってるっていう。すごいなこの人っていうのが私正直びっくりですね。はい、っていうのが入ってますから、ぜひモヘジさんという方ですからね、見ていただければなというふうに思います。別にお金もらってませんからね、モヘジさんにね、くれぐれも言っておきますけどね、いくらももらっておりませんね、1円単位でももらってません。ただちょっと私はあの方の動画を見て感動したんでね、その、作りとかね、もうちょっと感動してます。ってとこですかね。はい。というとこですね。まあ、1時回りましたけど、多分まだ配信時間があれですよね。そんな経ってないんですよね。1時間12分。まあ、じゃあ、あとちょっと喋りましょうかね。はい。ということなんですが、まあ、いろいろ本当ね、面白いですよ。いろんなことね。まあ、土木のことも面白いですし、物流のことも面白いですし、本当にこう、なんていうのかな、まあ、いろいろとね、こう見ていくと、まあ、物流のこととかなんてね、すごくこう、医療にもつながってくるんですよ。意外とね、これね、医療従事者知らないこと、まあ、知るわけねえって言ったらそこまでなんだけど、知らないんだけど、医薬品の物流ってね、こう、面白いんですよ。医薬品に関する物流ってめちゃくちゃ面白いんです、これ。いわゆるその、なんていうのかな、流通学問、ね、流通学ってところの中で、医薬品の流通ってむちゃくちゃこれね、奥深くて楽しいんですよね。だからまあそういうのなんかもね、こう結構、まあ調べてったりとかすると面白くてですね、結構私って何かこう調べ物をするとですね、もう半数がハマっちゃうんですよね。だからこう、まあ最初にこう、求めるべき答えをこう、最初にこうメモしてからね、その答えをもう求めたら、もう調べるのをやめるってことをしていかないと、どんどんこうね、いわゆる、なんていうの、こう、調べる検索の対象ですよね。だから、図書館でネットサーフィンするみたいになっちゃうんで、これはやばいということでね、さすがにもうちょっとこう、適当なところでやめるわけですけれども、切りないですからね、図書館でネットサーフィンしてたらね、っていうのがあるわけです。はい。すいません、コインいっぱいありがとうございます。おー、了解ということで、ありがとうございます、ありがとうございます。ね。やっぱりあれだよね。川勝知事、もうちょっとなんかね、こう、まあ、その静岡県の知事だから、静岡のこと第一に考えるのはまあわかるんですけども、まあ実際に、ね、静岡県のことを考えても、リニア通した方がいいんじゃないかなと私は思うんですね。っていうのは、その JR 東海もいっぱい、その、静岡県に対しては、こう、まあ、ね、見返りをこうたくさん作ってるところがあって、まあ、リニア中央新幹線ができた際には、静岡県にね、新幹線をもっとたくさん止めますよとかね、それなりに取引はできてるんですよね。それでも、ごねってるんでね、水だ、水だ、水だって言ってね、なんか本当、まあ、確かに水はすっごく大事なんですよ。だから、ちょっとね、どっちの肩を持つともできない問題ではあるんですよ。正直言って静岡県の問題は、リニア通すって問題はね。
ただそのいわゆる推理の関することに関してのまあだからまあ国がね入ってはいるんだけどそれでもうまくいきませんからね。はい。あーはい、お風呂から出ました。もう我慢の限界なので CNX に行かせろと会社に連絡しました。あら、あ、本当？なんかまたあったんですかね。まあなんかね嫌ですよね。でしかもお引越ししなきゃいけないというのはね、なかなかこう大変なところですからね。まあお引越しもね、まあでも今の時期どうなのかな。これから年末入ってくると、まあね、私もね、まあ本当はね、そうだね、9月ぐらいにね、ちょっとその、引っ越しようかなと思ってたんですけど、まあ来年の頭ぐらいでいいのかな、なんてね、ちょっと考えていますけどね、今はね。はい。ってところです。ただまあそれはねお仕事の都合とかですからね。まあむしろ決まっちゃってるとちょっと困っちゃうところですよね。お仕事の都合に関するね、勤務先変更に関する引っ越しほど面倒なものはないですよね、本当ね。まあ正直言ってね、はい、というところで、ね、ちょっと待ってくださいね。オープンレックのコメントが今全然読めなくなってるんですよ。少々お待ちくださいませね。はい。まあね、オープンレックの方はね、まあほとんど、ほぼほぼね、まあ、書き込みがないので、オープンレックは、まあ、ただ一応ね、はい、入れておかないといけませんからね。はい。ということで、おお、来た来た。はい。仕事をしないやつと一緒に勤務するのは無理です、最低限の業務すらやらない連中を擁護するのは時間と労力の無駄なので、まあね、確かにね。まあ携帯業界ってね、不思議な業界だからね、あそこもね。まあ携帯業界というか通信業界というか、まあ、携帯を売る方の業界もまあ不思議な業界ですけど、いわゆる通信の方のね、こう、まあ、アンテナを作ったりとかする、まあ、そっちの本当の意味でのね、いわゆる、まあ、キャリアですよね。もうなかなかね、なんていうのかな、まあ、いわゆる変わった人は多いですよね。なんていうのかな。どういったらいいのかな。まあいろいろなね、ところからいろいろな人が集まってきてるところですよね。まあなかなか、まあ、楽しいといえば楽しいし、まあ人間関係がちょっとなんかこう一見ねこううまく合わせてるんですけど、随分価値観が違う人たちが集まっちゃってるなというのは感じたりはしますけどね。その特に仕事に対する取り組み方とかね、まあいろいろこう思うところありますよね。まあ正直言ってこうなんていうのかな、まあ自分のその考え方とか生き方とかあるじゃないですか。で販売をやっていくのって、まあその何か物を売るってことに対してそうなんですけども、まあそれに対してこうものすごいこうなんていうの、自分の価値観を否定しなきゃいけないようなものだったらちょっとやりたくないなって思うところなんですけどね。例えばその携帯のキャリアだったら、まあ私はもうもうドコモ大絶賛なんですよ、いろんな意味でね。まあいろいろありますよ。どうしようもねえなって思うところいっぱいあるんですけども、それこそ今の政治じゃないですけれども、ドコモ以外の会社がですねあまりにもですねひどすぎて、まあそのドコモ以外の会社をどうしても使う気にならないわけですよね。まあソフトバンクとかね、まあいつ会社なくなるか分かりませんし、まあそれから au とかですね、まあちょっといまいちよく分からないところいっぱいあるんですよね、サービス的にね。ナチュラルにね、顧客騙してるだけだし、楽天に関してはですね、安い安い言ってるけど、
本当は安くねえじゃねえかよっていうね。まあ、いろいろあるわけですけども、短期的に見て安いとか、まあ、だからみんなうまいですよね。そういう、まあ、いわゆるセールスマーケティングってものがね。結局、まあ、携帯電話ってね、品質大事ですからね。私はそんな風に思いながら使ってますけど。特に D 以外は先を見据えたマネージメントができてないですよねって、まあ、最初から考えてないでしょうね。TG や SB はもちろん、ある際、今さえ良ければいいって考えが蔓延しすぎてて呆れてます。そうよね。で、ドコモってもう、携帯電話で儲けようとしてないんですよ。実は。もう何年も前から、例えばラディッシュボーイは買収してたりとか、ドコモ野菜売ったりとかしてますからね。要するに、携帯に付帯したもので売っていこう。で、花からその携帯で儲けようとしてないのが楽天。楽天はその携帯電話の回線を使ったサービスの方でお金を儲けていこうとしている会社なので、携帯事業で利益を見込んではいない。ただ、そうは言いすぎても、携帯キャリアというものをちょっと楽天は甘く見すぎて、投資がですね、大きくなりすぎてしまって、他の、いわゆる事業もですね、ぐいぐい締め付けているのが楽天の今の姿ですね。基地局を作んないでね、要するに、キャリアにならないでね、他の会社の電波を使ってサービスやってればよかったんですけどね。まあ、その辺はちょっとこう、先を見誤ったのかなっていう感じはしますけれどね。はい。まあまあね、まあ正直言って、まあある程度ね、その通信のキャリアに関しては落ち着いてしまうと、おそらくそんなに先のある業界ではないのかなと。まあもうすでにないんじゃないかなというふうには見てますけどね。はい。ということでね、7分ぐらいで、あとね、7分ぐらいで終了したいと思います。あと7分ぐらいでね。そういえば時計出てないですね、今日ね。なんか時間が見れないなと思ったら、なんで時計出てないんだろうなと思ったら、時計の表示がないんですね。それに今気づきました。はい。ということで、時計出てきましたけどね。なんか重なってますね。はい。1時11分。ですね。今、時間がですね。はい。まあ、いろいろお仕事あるでしょうけどね。まあ、携帯のキャリアに関しては、まあ、ほんと大変ですよね。正直言って。まあ、でも私好きですけどね。携帯電話の仕事はすごい好きですけどね。まあ、あんな楽しい仕事はないんですけど、あんなにこう、なんていうのかな。まあ、いろんな人がこう集まってくる仕事もまあないのかなっていうふうに正直言って思ってますよね。本当に仕事は好きだったけども、まあ、ね、さっきの書き込みの話じゃないですけど、私、人で嫌になりましたからね。お客さんは嫌じゃなくて、働いてる人間が嫌になってっていうのが多いです。耐えられないですよね。いろいろと。なんだろうな。おまあ、いや。まあ、その辺はね。はい。ご想像にお任せ。どんな仕事でもあると思うんですよ。人間関係ってね。まあ、正直言って医療業界もかなりね、こう、しょうがねえな、ってとこいっぱいあるんで。まあ、ね。ただ、そういうとこじゃないからね。そう、一緒に働く人って大事ですよ、結構。で、まあもちろんその上とかも大事なんですけども、ものすごい同じ視線で働く環境にいる人もすごく大事で、まあそういうのね、こう励みとか楽しみとかね、まあこう、まあ迷惑かけたくないから行くかとかね、まあそういうのも大事だと思いますけどね。はい。あ、そうですね、あさっては仕事行く前に投票、あ、そうですね、ぜひ、そう、選挙近いですからね、投票行きましょうね。もし日曜日行けない方は、土曜日に期日前投票という方法もありますからね、結構いろんなところでやってますから、期日前投票もぜひしてね、もう今回の選挙はね、関心が高いのか、それとも、みんな他の党になったら困るって思ってるのか、選挙、いわゆる期日前投票の、選挙率高そうですね、今回は。結構なんで、ぜひ選挙には行きましょう。ね。はい。あ、笑い疲れました。江戸さん、こんばんは。はい。いつもありがとうございます。
ああ、インコさんのスペース面白かった？そうなんだ。面白い。インコ先生のスペース見てみたいな。最近あれですか？インコ先生スペースなんですね。なるほどね。はい。だからあれか、あんまり配信してないのか。まあね、スペースが楽ですよね、あれね。あの配信はすごい楽だと思います。雑談するのに最高ですよ、あの環境で。私はそういうふうに捉えてますけどね。はい。ということで、ぼちぼちかな。ね、まあ1時間25分49分ですけど。あ、公開はスペースメインみたい。あ、そうなんですね。なるほどね。まあ、あれ、あのぐらい、あれはやりやすいですよ、実際。シェアがしやすいっていうか、まあ、入ってこれますからね、普通にね。別に誰が聞いてるか分かんないとかそういうところじゃないじゃないですか。だからあれもいいですしね。聞いてる人が分かるから、こう、喋っていいこと悪いこともね、選びやすいじゃないですか、スペースって。でもこう、キャスとかって、微妙ですよね。一般公開しないとみんな来れないし、じゃあその、メンバー限定しちゃうって、メンバーってかいわゆる、フォローしてくれてる人限定にしちゃうと、フォローしてくれないと見れなくなっちゃうしっていうね。でもじゃあフォローしてても、じゃあ誰が聞いてるかとか、全然わかんないですからね。確かにね。そう、インコ先生ね、そう、キャスの頻度がすごい減ってますよね。全然、あれ？最近やってないのかなってぐらいね、変わってないんだよね。面白いですからね。オカメインコ先生、ほんと面白いです。はい、普通に。ということでね、そろそろ、1時間半になりますんでね、時間きっちりじゃないですけど、終了していきたいと思います。はい。キャスやるときは公開、メンシップの順でやってるっぽいです。ああ、なるほどね。メンバーシップだとね、大体わかるじゃないですか、今来てくれてる人が。だけれど、確かにわかる。その気持ちはわかります。だから、使い方としてはわかるんです。すんごいわかるんですよ。そうしたくなる気持ちが。はい。あ、さくらばさん、こんばんは。お疲れ様です。ありがとうございます。はい。ということでですね。きっと、もしかして BGM が大きかったんですね。今日ね、すごくね、モニター絞っちゃってたんだよね。聞こえないかったんですよね。はい。2年ほど前にいろいろあったので、自分も昔に比べて全然配信しなくなりました。面倒だもんね、あれね。ほんとね。ほんと暇な人っているからね。悪口でもうね、お腹いっぱいになってる人っているよね。人の悪口だけ、文句とか悪口言うとお腹いっぱいになってる人っているよね。人の文句とか悪口言ってて、それでなんか、お腹いっぱいになるのかなって思いますよね。私、かえってストレスになりますよ。文句とか悪口ばっかり言ってると。なんか聞いてて嫌だし、話言ってて嫌じゃないですか。あんまりね。特にその、そうだな。はっきり言って、自分に利害ないじゃないですか。自分に利害ない人の、どうなんですかね、そういうのってね。ちょっと私には分からない価値観かな。ってことで、音楽もですね、BGM も終わったようなので、終了していきたいと思います。はい。本日もですね、ドクターラスカル2330ライブ配信をご視聴いただきまして、ありがとうございます。YouTube でお聞きの方は、右下のラスカルアイコンから、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ニコニコ生放送、ツイキャス、ショールーム、オープンレック TV でお聞きの方はフォローをお願いします。本日も夜遅くまでお付き合いいただきありがとうございます。お休みの方はゆっくりお休みください。夜勤、当直など今時刻現在お仕事勤務中の方は朝まで長いですが安全第一で頑張りましょう。ということで、お疲れ様でした。では、おやすみなさーい。